外酸,酸素と水素の身からなる有機化合物の一種で綿が生合成する。テルペノイドとして知られる。食品がゴシポールによって汚染されたこともある。ゴシポールの尖閣構造式。ゴシポールは綿が生合成する。有毒な黄色の色素であり、種子根茎葉に含まれている。特に種子に多く含有されている。分子式は c30h30o8。 分子内に方向感を二つ持っており、これが単結合で互いに直結した構造をしている。分子内にヒドロキシル元を合計六つ持つが、これらはすべて方向感に直結したフェノール製のヒドロキシル元である。なお、方向感にはアルデヒドも直結している。このようにパイ電子雲が広がった構造を持っているため、可視光を吸収して黄色く見える。コシポールは、 抗菌作用と殺虫作用を持っており、抗酸化作用も併せ持つ。また、人に対しては男性が摂取すると否認作用がある。これを利用して男性用の蛍光否認薬として使われる場合もある。ナフタレンの部分を結ぶ単結合のオルトイに電気的に反発する痴漢器があるために、この単結合の回転が制限され、右回り、左回りの違いが生じる。 ゴシポール分子内のナフタ連動子をつなぐ単結合は通常の単結合とは違って回転が制限されているため不正炭素を一つも持っていないのにもかかわらず高額活性を有している。ゴシポールの生合成過程。ゴシポールはカディネエン型のセスキテルペンの二量体である。つまり、まずゲラニルにリン酸にイソペンテニルにリン酸が縮合してシスタイのファーネシルにリン酸になる。 これがいくつかのカルボカチオン中間体を経てカディネーになる。その後に量体化するなどして生合成される。コシポールは抗菌作用と殺虫作用を持っている。従ってある種の生物にとって毒性を持つとわかる。さらに動物実験では発言性を示すとの報告も存在する。しかし2013年現在国際眼研究機関は発言性の分類評価を 行わないまま放置している。また人に対しても毒性を持つ。中華人民共和国ではゴシポールを含んだ面実油を人が食用にしていた地域があったため、この地域では出生率が低かった。原因は男性がゴシポールを摂取すると男性側が原因で不妊になるためだった。粗悪な面実油などゴシポールを含んだ食物を摂取すれば同様の事態が起こり得る。 ABC 秋、久し年広、小池和夫、木島隆夫、花義夫、堀田清増田和夫、宮沢光夫、安川健、資源天然物科学 p 九十三協立出版二千二年十一月十五日、発行 i s b n 四から 320043596ABC リー高石吉久、馬場君公、本田義明薬学生のための天然物科学テキスト、広川書店、 2009年3月、113ページ ISBN9 兆7845億6743万1606、コシポールハット AB29 号三重大学、13ページ、環境化学物質の内分泌拡乱作用と遺伝毒性の発現機構台湾衛生福利部、食品薬物管理所、食用面実油の安全性と食用油の調査状況について説明。 ありがとうございます。